この番組は音楽とファッションとバラエティをミックスさせた番組です。制作側的にこの番組は仮面女子私たちのぶっちゃけトークに期待してるんだよね。いや怖いね。きっとサブタイトルにある地下アイドルの本音ってところが見たいところなんですよね。ならば見せちゃいましょう私たちの本音。では早速自己紹介に行きたいと思います。仮面です。アリス10番所属のドサンコ元気印森かのんです。仮面女子現役東大生アイドルアリス10番のさくらゆきです。仮面女子チームガールズリーダーの青森県出身荒谷さつきです。仮面女子チームガールズの G カップアイドル神谷絵里奈です。仮面女子アーマーガールズの現役高校生17歳の伊藤美優です。それでは30分間楽しんでいきましょう。イエーイ。神谷さんがこれを描いてる時点ですごい気になってた。だって今日神谷さんに朝会った時、神谷さんなんかジャージみたいな、ジャージ着てた、ジャージパーカーでした。ジャージか衣装の上にパーカーじゃないですか。もう誰もう毎日そうですけど、もう常設劇場でライブするって毎日してることだから、うん、私服なんて着る予定というか着ることもないなと思って、私自身。カモさんって私服いつもなんかちゃんとおしゃれしてきますよね、と思うじゃん、うん、私すっごい寒がりで、冬場はすごいもう、あ、冬はすごい冬はね、見たことある、見たことある。7枚とか着てコートオンコートとかしちゃって、本当にもうどっこいみたいな格好。カモさん北海道出身なのに寒いのダメなんですか。北海道は家の中もあったかいの。いやでも雪とか外はすごいじゃないですか。外はすごいけど、なんかね、冷たさが違うんだよね。青森に住んでるさつきちゃんだったらわかると思うんですけど、全然わかります。なんか東京は風が冷たい。そうなんですよ。人も冷たいし、風も冷たい。人も冷たい。いや人も冷たい。あったかい人もいるんで、でもやっぱり東北とか、そういう地方の寒い方って家の中がすっごいあったかいから、うん、みんな出ないんですよね。みーちゃんはどんな服を着てるの。私もなんか結構ジャージで、学校に行くときとかもジャージなんですよ。学校にジャージで行ってんの。もうおしゃれとかしない、なんか服 もう着ないんで、買わないんで、何にもないんで、うん、休みの日とかはどうするの。もしあのオフになりましたって、はい、とか出かけますってなった時は、はい、もういとこのお下がりを着るんで、ちょっと二昔前ぐらいの私服を着たりとか、あとはもうそれだったら上下ジャージの方が見栄えいいかなと思って、もう家族で出かける時とかも上下ジャージで見栄えがいいの。見栄えがいいの。髪型ですね。そうそう、髪型だけおしゃれしようと思ってジャージにツインテールとか、それとかしてます。可愛いの。でもゆうさん可愛いから何しても可愛いと思う。ちょっとひいきじゃないですか。私もツインテールとかしますよ。もともとなんだもんね。ゆうさちゃん正直ね、このメンバーの一番なんていうの、着物もんなみたいな、着物感なんか枯れてる、枯れてる。ゆきだってさ、最初の方なんかカノンさんになんか私服も友達でって感じだねみたいな感じですっごいディスられてさ、ディスってない、ディスってない。それからすごい気にして、なんかすごいやっぱりアイドルだから華やかな私服着れなきゃダメなんだと思って、うん、それまでやっぱチェックみたいな、すごい真面目な服ばっかりが、うん、初めて、ゆきちゃんは今東大の3年生だって。はい、そう、3年前のゆきちゃんが東大の合格発表の日に一緒に付き添って行ったんですよ、うん、その頃は本当に芋っころみたいな、芋っころ、芋っころ、なんかみたいな、そうなんです。なんだろう、なんかね、垢抜けたんだよね、今とか
変えようと思って、私服も可愛い服を買いに行ったり、うん、雑誌読んだり、うん、色もすごく黒を減らして白とか多くしたり、うん、TPO じゃないけど、まあ、多分気分に合わせて、うん、日によって衣装じゃないや、私服が全然違うんだけど、そういろんな種類の私服をすごいタイプ、ゆきさんの私服、今となっては、3年前じゃ考えられなかったっていうのを知ってるんだけど、じゃあ事務所にさ、住んでるじゃん、うん、事務所に住んでたらどんな服を着るの？いや、もう本当に演者さんに近いですよ。さっきあんなにちゃんと見せてみて、あれいやなんかでも遠田さんはなんかもう顔も髪型もこんなあっさりされてるじゃないですか、風に揉まれたみたいな感じで、でも一応化粧と髪だけをやってくるようにしてて、確かに髪型とかバサバサのとこ見たことないかも。なんか人髪怖いじゃないですか、こんな人に会ったのって今最近1年くらいしか経ってないので、北海道とか青森とか田舎だから全然人がいないんだけど、もう人混みに慣れてこない、何年もするから、なんか避ける方法みたいな身につけてくるな、だからいつもとっても力が来たのかもう今やっいけるようになった本当に。
からね。あれはどうして満員電車はどうしてんですか。満員電車はもうすっごいこういう状態でもう流れに、あ、流れに右に任せる派。この前身に任せすぎて、誰かのところにずっとさつき体重乗せてたすごい迷惑なんですよ、なんか前の人もこうやってやってくるし、なんかおじさんとかも、もっと奥行けみたいな感じで、なんか向けて、青森出身だった、向けて、けもっと奥行けって言って、なんかいっぱい押されて、しかも満員電車って、お尻から入ってきません、みんな入ってくる、耐えたりしてくるもん、びっくりして、今日もお尻から入ってった、私もこうやって、あ、カモさんもそっちのタイプの人間です。え、だってどっから入るの、前にさ、え、でも私、カバンから入ってきます、カバンから、あ、荷物あるんで挟まれちゃうじゃないですか、カバンって多分頭から入るってどういうことですか、頭こうやって前に出たのに、こうやってそんな感じすごいね、そんないろんな面白いね。カバンを使う、絶対、うん、カバンでなんか来てるけど嫌なんですよ、ね、めっちゃ嫌なんですよ、ね、カバンで自分のスペースを確保します、絶対これ以上近づかないんですよ、ね、でも今日まさに今日の朝満員電車だったんですけど、うん、なんか、まあ、さっきリーダー言ったみたいにこうやって押されるじゃないですか、うん、私今日朝クロックス入ってたんですよ、うん、だからもうなんか待って待って、クロックスでアイドルが収録にクロックスで来たのクロックスで来ました、クロックスで来たんですけど、痴漢対策ですよ、かわいい格好だった、絶対痴漢に合うじゃん、今日私考えてましたもん、うん、私今日ジャージだから、ジャージでクロックスだから、こんなに男の人とか周りにいっぱいいるけど、そんな女の子触ろうと思わないなっ ってすごい考えてましたね、うん、一人で、だってジャージですよ、だって突っ込むところないじゃないですか、触るところがないじゃないですか、ジャージだから。でもジャージのふにゃふにゃした感触と肌って相性良くないですか。何どういうことですか、どういうことですか、どういうことですか。だってスーツとかって履いてて楽じゃないですか、うん、ってことは人間的にあのスーツ生地と肌の相性がいいからちょっと触りたくなります。確かにデニム履いてる硬いお尻を触るより、そうそうそう、ジャージの柔らかい素材でお尻を触った方が、え、でもなんか男心でちょっと考えてみると、デニムみたいにピチってしてるお尻のが魅力的だと感じると思います。それはね、視覚的にはいいかもしれないけど、触るとなると、え、ホノンさん、あれやったことないから、ちょっと痴漢の気持ち、それちょっと詳しいんですけど、これなのか、なんか、うん、確かに、ね、なんかジャージとかで適当な格好のアリーナさんとか見たら、こいつもしかしたらノーブラかもっていう、もんか、もんもんとしてそう、なんかそれは家でくつろいでる格好そのまま来たと思うと、逆に興奮してるかもしれない。でも、ほんと実際でもノーブラだったりするんで、私、えぇ、チャンスです、そのままで、そのままで来るんですよ、劇場まで。忘れたとかしなくて、はい、持ってきて、で、ここで着てつけるんですよ、ね、でも、バレないようにしてるわけですよ。それはね、上からパーカーとか着たりして見えないようにするんですけど、なんかメンバーがよくノーブラで来ちゃってブラじゃなくて、うん、急いで買いに行ったりとかする、うん、いうこともあったり、うん、アプリもあったりするんだけど、ぜひ、うん、ノーブラになることがないんですよ。なんで、なんでですか。あのなんか落ち着かないんですよ。だからお風呂に入るとか、うん、水に入るとか、なんかその裸になる状況でしかノーブラにならないんですよ。逆にそれも落ち着かないです。落ち着かない。外したい。外したい。今苦しいです。すごく。家も苦しくない。あ、分かった。エリナさんは G カップで、みんなが大きいから多分もう大きさゆえに苦しいけど、ゆきさんは A カップで、お胸がちょっと小さい。いや、でも、胸小さいで帰って必要ないみたいな。確かに。え、でもどうなんですか、リーダーとかミュウちゃんとかブラジャー。私もどっちかって言ってユキさん派で、つけてないと落ち着かないです、別に何なくてもきっと困らないけど、はい、そうなんですよ、なかったことここで困らないけど、ないとなんか落ち着かないんです、締め付けられてるみたいな感じで嫌じゃない。でもちゃんとつけて寝たりとかして、寝るときもずっとつけてない。ブラじゃないと、なんか私もたまに意図的にブラをしてこないってことはないんだけど、うっかり忘れちゃって、なんか普通にこう山手線乗ってたら、最近白い T シャツだったのに、え、もう胸の上からそのまま T シャツ着ちゃって、途中でこう普通に電車に乗ってて、あーって思ったの、すごいって思って、すっごい恥ずかしい思いをしながら、もう渋谷に着いてすぐブラジャーを買ってみたすごい小さな、そんなことある、気づいた時の自分のそれですよ
なんと本当にもう嘘偽りない事実なんだけど、ブラジャー代わりにしたガムテープをね、ビリッて剥がしたんだけど、あまりに思いっきりこう剥がしすぎて痛ーってなって、パッて見たら胸の皮みたいな、皮膚みたいなのが剥がれちゃって、で今左乳負傷中なんですよ。今ですか？結構最近なんか最近1週間ぐらい前の話なんで。この病院はアリスクリニック、アイドルたちの悩みを診断する病院です。いつもキラキラ輝いているアイドル、そんなアイドルの悩みを解決するのが私たちのお仕事です。でもアイドルとしての意識、アイドル指数は人それぞれ、私たちの生きている世界は華やかだけど、でもそんな中生き残れるのはたった一握りです。仮面をつけたアイドルの神にアイドルとして認められなかった時、恐ろしい罰ゲームが待ってます。今日もここに夢と悩みを持つアイドルがやってきます。じゃあ次の患者どうぞ。はい、助けてください。どうした、助けてやるよ。なんだよ。私自分のキャラに悩んでいて。キャラに悩んで、これといって華やかな特技とか趣味とかもないし、普段はどういうこと？普段はちょっと自信がないっていうか、自分があまり好きじゃないっていうか。好きな、好きじゃないって好きでしょ。なんでですか、そんなことないですか？可愛いって分かってるでしょ、自分で。ほら、そういうとこだよ、そういうとこ。個性をつけるって難しいな。特技とかちょっと考えてもらっていいですか、今回。特技って言ったら、趣味は？趣味は、クラシックでずっと演奏するのが好きなんですよ。あ、演奏するのが好きなの。はい、あとジャズとかも聴くのが好きな。じゃあ、ボイパみたいな感じの。そうそう、長いバージョン。長いバージョン、私やったことないけど。あれ、今みたいな回でしょ、これ。今みたいな。やってみてください。ところどころブスって言ってますけど。歌お願いしてもいいですか？カエルの旅。カエルの旅。はい。いくよ。せーの。カエルの歌が聞こえてくるよ。まだ解決できないの。大丈夫、ゆうちゃん。先週24歳のアイドルも出てたから。出てたから、本人が言ってるからな。現役24歳でしたっけ。そう、現役。ちょっとバカにされてる。バカにされてるよね。ボイパーをね、はい、特技って言うんだったら、それはもう最低意識になれって言われたからやらされたって言ってもいいけど、はい、ボイパーに、はい、じゃあ私の特技はボイパーですって視聴者の皆さんに。先生が頼りにならないので、い私の特技はしょうがなくボイスパーカッションです。はい、悩み解決することで、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、じゃあ、はい、ちょっと待って待って待って、結果、はい、じゃあ、黒木さんからね。ここで、あちらにいる仮面をつけたアイドルの神君、ちょっとアイドルとしてこれはどうなのか診断をしてもらいたいと思います。じゃあ、お願いします。せーの、じゃーん。あ、読んで。カメラに。バツ、バツ。いや、バツです、ちょっと。あ、ってことは罰ゲーム決定ですね。クリームガスを吸って、告白を、カメラに向かって告白をしていただきたいと思います。初めて会うですから、あなたのことが大好きでした。大好き。止めてください。逆に言ったらこれは待ってか。はい、じゃあお代表してください。ありがとうございます。はい。旅行に行った時に家族で海に入るじゃないですか。でビキニの上のやつが紐で縛るみたいなやつだったんですよ。うんうんうん、でなんか別になんか。
胸もそんなないから、なんかそんなにここに注意を払ってなくて、人についてればいいみたいな。ついてればいい。それで海に入ってたんですよ。で浮き輪でこうやってプカプカしてたら、波がすごくて、気づいたらなくなってたんですよ。上が、もうビキニの上がないの。そう、もう流されてどっか行っちゃったんですよ。見つかんないの周りに。ないです、どこでもないってなって。どうしようってなって、浮き輪でこうやって、浮き輪でこうやって、隠しながら。帰って、浮き輪透明じゃなかったんですか？透明じゃなくて、青くて。よかった。全然大丈夫だったんですけど。じゃーん女の子で、あるイエーイこのコーナーは仮面女子会のファッション情報コーナーです。イエーイ。というわけで今回はなんと原宿竹下通りにやってきました。はい、というわけで竹下通りの出口手前右側にある本店ももさんにやってきました。イエーイ。すごいなんか全面ガラス張りでね、すごくおしゃれなお店となっております。はい、どんなお店か本当に楽しみなので早速行きたいと思います。レッツゴー。でこのお店は、お洋服がすごいプチプラで、トータルコーディネート合わせても1万円以下のお値段でコーディネートができる。あとはもうトレンドものを多く取り揃えてもらって。はい、だからこんな安いんだね。そうですね、こんなおしゃれで、まあ、安いのはそうなんです、ね、お手軽で、ね。はい、私たちはなんとこのコーナーで私、サラとリサちゃんがコーディネートしたものと、宮崎さんがコーディネートしたものでコーディネート対決というのをしているんですけれども。コーディネート対決ですか？はい、お願いします。ぜひやりませんか？お願いします。お願いします。お願いします。というわけで行ってみましょう。イエーイ。そろそろサラちゃんがね、着替え終わってると思うんで呼んでみたいと思います。サラちゃん。はーい。おー、かわいい。2人だね。はい、スタイルがいいので。そう、ハイウエストパンツでさらにスタイルが良くなってるんですね。色も、いい感じ。夏っぽくてすごい可愛いと思います。はい、今年流行りですね、このデコルテ焼きのシュールになってて、しかもボーダーなので、はい、トレンド感がすごい満載で、すごい可愛いと思います。ボーダーもすごい暖かい季節にぴったりな感じで、この黄色のパンツもちょっと春っぽいので、こういう服装をあんまり普段着ないので、ちょっと
変わった一面を見れたんじゃないかなと思います。これはちょっとリサちゃんが考えてくれたんですけど、寂しかったからね、あと思う、すごい可愛いので皆さんぜひ真似してみてください。あ、ちなみに100点満点中なんて、サラちゃん、それはそれは100点でーす。おー前回はね、85点だったけど、はい、なんと100点出ちゃいましたよ。はいこれはちゃんとリサちゃんと一緒に考えて、うん、すごい大人っぽく仕上がったので、うん、これは絶対100点だと思います。おお。サラちゃん、はい、おお。かわいい、大人っぽい、大人のマリンスタイルという感じで、はい、今どきって感じです。またカジュアルな、カジュアルなデニムのスカートなんですけど、こういうパールのネックレスを合わせてあげて、うん、外してみたいな感じでコーディネートしてみました。はい、またなんかボーダーだったりとか黄色だったりとか、うん、ちょっと合ってる部分もあるんですけど、ちょっとこれも可愛くて本当に迷うんですけれども、お、決まってる？先生は、はい、もう決まりました。じゃあ教えてください。はい、宮崎さんのコーディネートの点数は98点です。おあれマイナス2点ですね。はい、なんかあの自分のコーディネートがすごく気に入ってしまったのもあったし、もう本当にすっごい迷ったんですけど、やっぱりあれを着て出かけたいなと思って、うん、これも本当に可愛いんですけど、はい、98点ということで悔しいですね。2点は悔しいですね。悔しいですね。本当に迷って、うん、すごく可愛いです。ありがとうございます。いやいや、うん、はい、今日宮崎さん、こんなに素敵なコーディネート本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、というわけで、ももさんから何か告知はありますか？うちのお店は原宿竹下通りに3店舗お店があるんですけども、はい、どのお店もすごくプチプライスで、まあ、トータルコーディネートで合わせていただいてもだいたい1万円以下っていう感じになってますね。あとはあのウェブショップもあるので、まあ、こっちの方まで来られないお客様もインターネットショッピング気軽にできるっていうところがすごいいいかなって思ってます。あとは原宿という場所でトレンド感がすごい溢れる街なんですけども、そのトレンドもうちのお店に来ればすごいプチプライスでゲットできちゃうっていうところが魅力的かなって思います。はい、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。やっぱももだねー、だねー仮面女子会、地下アイドルの本音、皆さん今週も楽しんでいただけましたか？これからもたくさんの人に笑いや感動を私たちがお届けできるように頑張っていきます。そして私たち仮面女子は毎日秋葉原にある常設劇場パームスにてライブをしています。ぜひパームス秋葉原と検索してみてください。そしてなんと土日祝日は完全無料ライブを行っているので、ぜひお友達連れてきて遊びに来てください。そして私たち全員ツイッターをやっています。ツイッターで仮面女子とつぶやくと、ツイッター上でメンバーがフォローしたり遊びに行っちゃったりしちゃうので、ぜひつぶやいてみてください。それではまた来週、またねー。カエルの歌が聞こえてくるよ。クエ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 やった素晴らしいね。声